まず腰のケアの仕方なんですが、女性用のライムグリーンの2インチの 3.5m でこっちを使いたいと思いますが、男性はこっちのブルーベリーというカラーの同じく2インチの 3.5m を使用してほしいです。まずおへその10センチ下からまずこのサイドは腰骨のちょっと下ぐらいを通すイメージでぐるっと一周して、そして 1.5 倍の強さで伸ばしていきながら2分の1ぐらい隠すぐらいに一周していって、後ろの腰の部分はしっかり伸ばしていくと効果がすごくあります。それを伸ばしながら徐々に上に巻いていきます。そして、最後は下からゴムを入れて止めます。横あたりをこう5回左右に揺らしていきます。そしたら次は、後ろの方、腰の方も5回しっかり揺らしていきます。それで次、横に倒します。体は前後でしっかり腰を動かします。あとは最後に回転の動きですね。ゴルフの時の回転の動きを取り入れつつですね、はい、次はトレーニングを行います。まず両腕を耳の後ろに持ってって前後屈で前に体を傾けます。これを5回やります。はい、それが終わりましたら次はバンドを外します。そしたらまず左右に2回で、また前後屈で2回あと回旋の動きで、最後にもう一回トレーニングです。同じように前に倒していく。以上になります。終わった後は本当にすごく血流が良くなって腰回りがすごく楽になるっていうのと、あとはすごく軽くなってしっかり重心が下の方に行くので下半身が安定しやすくて骨盤がしっかり収まりがよくアドレスの時に良くなると思います。腰はそうですね、腰がやっぱりちょっと疲れてるとか腰が痛いなっていう時とかですね、やっぱりもう全体的にすごく腰だけというよりはお腹の方も刺激入れるのでなんとなくこう全体的に緩むというか腰だけというよりはもうお腹の部分も緩むっていう感じですごく楽になります。股関節がすごく入れやすくなるっていうのと前傾を取った時にしっかりこう骨盤が安定した位置に入るのですごくアドレスが安定する感じがします。もちろんやっぱり腰痛の方はもちろん巻いてほしいんですけど、そのしっかりこうアドレスの位置の確認だったりとか、まあ、しっかりこう同じ左右対称にこうしっかりこうアドレスで感じるということがしやすくなると思います。